せれんのかて。おい、大丈夫かこれ。おい、聞いとんのかお前。これどんな思いでや。おい、さっき話したな、先に話しねえって。おい、何の謝罪やねお前。出ろ。なる。おい翔太。はい。俺な、どうしても許されないことがあんねん。人が怒ってる時にふざけるやつや。これだけは許せん。ボコボコにしたくなるわ、誰であろうと。なあ、分かってんのかね。あ、はい、すいません。最近ね、あの、便所行ったらな、あの、英語のジョニー先生がおって、これぞ便ジョニー言うてな。おい、なんて今俺怒っとったやろな。分からんかったんかな。おい、いつまでふざけとんねん。なあ、お前の親父がおもんないねん。もういい、練習から出ろ。なる。おい、ボール、ぼーっとすんなよ、おい。なあ、おい、あさねえ、噂によるとな、造装大学が最近な、ランメニューを増やしとるらしい。走り込みを増やしとるらしい、造装が。それはまあ、やれ、機動力を売りにしてるうちがな、走り込みの勝ちで負けるわけにはいかん。なるやろ。ねえ、な、いじめ坊主言うとってな。はい、造装に変えてる友達が言ってました。やろ。ねえ、1日、25キロ、走っとるらしいな、造装が。なる。燃えるな。負けられんな。うちは、今日から毎日30キロ目指して、バーッとやっていきます。しっかりと強い精神でやっていきましょう。カモン！あ、行くぜ！パッパ行こう、パッパ行こう！なる。おい、行ったよ。俺についてこい！なる。早いっすよ。ほな、造装野球部が毎日25キロ走っとるというのが、それがそういうことや。OK。監督、造装野球部じゃなくて陸上部が走り込みやってます。あれ？陸上部の友達？はい。遅いな。なる。まあ、そうね、陸上部ぐらい走ることではないこと。僕たち陸上部に行ってきます。上等に負けるわけにはいかない。すまんかな、戻ってきてくれ。おい、待てよ、お前ら。わからんか、なわからん。おい、足とけ、お前ら足とけ。なる。はい。自分たちで分からん。なんで走らされたか。え？言わな分からん、いちいち先生が。ほんでな、お前いちいち言わせんといてくれ。先生が来たのにな、なんでパイプ椅子が用意されたの。目上の人ちゃうの、先生は。な、言うとんな、別にパイプ椅子座らせる言うてんのちゃうわ。お前らな、礼儀学ばなあかんのちゃうか、そういうことちゃうんかよ。いや、監督。いや、監督じゃなくて、分かっとんのか、お前。じゃなくて、昨日、監督が言ったんすよ。先生が。はい。カズさん、どうぞ。いらない。
もう先生、座るとき向こう座るし、ここで立っとくからです。大丈夫。わかりました。ふっさたろー。いや、なんか言ってくださいよ。なる。そういうことで言っちゃうんですよ。な、先生そういうこと言ってない。先生がじゃあ言ったらいいんかい、それで。一回聞いたらええやん、パイプス今日はどうですかっていちいち聞く。礼儀ってそういうもん。面倒くさがるとそういうもんじゃない。お前たちがおかしい、これは。意味わかんない。ねえ、お前喧嘩するそんなんちゃうでしょ。いやだからお前さ、なるすまんの、お前たちあんなさんですよ。おや、はい、練習ごめん、練習、はい、練習ごめん。でも夏場やからもうしっかりと栄養補給ね、特に糖分、甘いもんをしっかりと食べなさい。まあ、特にプリンとかね、食べたいわ。プリンは栄養たっぷり言うてな。あ、ごめん面白くてな。ほんで前余談やけども、先生先月ちょっと事故ってんやけども、その事故った時の車の修理代は、部費から出しました、部活中だったので。はい、でアフリカ遠征についてやけども、まあ、向こうでしっかりと力をつけてきたから、監督さん、監督さん、今なんて言いました？プリンは栄養たっぷり。いや、それはいいです。二度と聞きたくないです。その後です。なんか、修理代がどうたらこうたら。なる。まあ、余談も余談やけども、まあ、部活やったので、事故の修理費はもう部費から出しました。はい、で、アフリカ遠征についてやけども。いや、待ってください、待ってください。すいません、待ってください、多いから。待ってください。ねえ。なんすか、今の。アフリカ遠征。いや、それも気になるんですけど、どこまで行くんですか？誰と試合するんですか？滋賀の町田監督のチームと。滋賀でやるよ。なる。いやいや、ちょっと待ってください。アフリカ遠征っていう気になるワード入れてスルーさせようとしないでください。修理代を部費から。なる、なる。それって保護者会に言いました？なる、なる、なる。いや、保護者会に言いました、報告しましたかって。いや、とかじゃないっすって。いや、僕らに別に決定権はないっすけど、保護者会にはちゃんと報告してくださいね。待てよ、お前ら。なんでお前こんな声で練習しとんねん、あ？なめちょるんけ、練習を。走っとけ。なる。はよ行け、バカだれ。はい。あれはお前分からんやっちゃな。あれ怒ったら次これ出て。状況がおかしいやないの。なんであんな声でさ、平気で練習しちょるの。先生、来るまでやって、まだしても。来てからも。いや。ゆるいよ。監督？お前、サラダ、お前、何や、そのチャック、お前、あげんかい。関係ないでしょ。なるほど。意味わからんすよ。監督が選手、監督が選手言うたじゃないですか。選手？お前らだ、もう、スイングの時は、もう声出さなくていい。もう、黙々と自分のスイングに集中する。それが大切。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。なんか言うてくださいよ。いや、なんか言うてくださいって。なる。意味わからんやん、お前。いや。何がすか？何も言えないから、マジで。すぐ出ちゃうんですよ。あのな、声っちゅうのはな、勝手に出るもんや。静かにやろうと思ってても出る。それが声や。なるほど。分かったな、お前ら、それよ。バカだね。まったな、お前ら。なる。なる。なる。
今日からお世話になります、マネージャーのエマです。スポーツマンがタイプです。よろしくお願いします。ええ、こちらこそよろしくお願いします。お前、エマちゃんがこの野球部で誰が一番かっこいいか聞いてこい。任しなさい。監督みたいです。今ええ感じ。みんなが優しくしてくれてとっても嬉しかったです。スポーツマンが多くてかっこよかったです。特に監督のグラさんがすごくかっこよかったです。グラさんが似合う男性って素敵。エマは部活に来れる日は少ないけど、部活にエマが来ていない時間帯もみんなスポーツマンらしくいてくれてほしいな。最後に、監督さんはいつも一生懸命で嫌われるのを覚悟で部員のみんなと向き合っています。そんな監督さんをリスペクトしてどうかいいチームを。あ、時間です。なる時間。いや、あの、最後のセリフだけ。いやいや、無理。じゃあ時間なんで延長料金払ってもらう。それでいいですか。延長料金は30分5000円。5000?! うん、ナイス。じゃあ、ちゃっちゃと会計して3万ね。なる。こうさ、レンタル彼女にさ、マネージャーさせるとかマジ決めよ。なる。また呼んでね。え、まあ、うまい。うまい。お前何言うとんねん、お前。え、先住ぞ、ここ。あばっちゃりも食いやがって。早すぎ。バカ野郎、お前。早すぎ。お前、全員やしろ、連帯責任。なる。やめとるけ。戦場で余ったらだもん食うでや。いや、監督。いや、お前おかしいやろ。いや、監督。今回ばっかりおかしい。戦場で余ったらだもん食うおかしいやろ。先生、負けんぞ、今回ばっかり。いや、監督が選手プリン食え言うたじゃないですか。お前ら、しっかりと栄養補給だけはしっかりするようにな。ベンチでも栄養補給したらええわ。特にプリンな。プリンは栄養とプリン言うてな。嘘だろ。言い訳にも程があるでしょ。あれは違うろ。わけわからんやん。気象に言い訳すんな。なる。年内最後の練習日やったな。はい。あの時お前に先生グラウンドの管理の責任者任したやろ。整備やら片付けやらで、ボール1球も残すな言うてない先生。はい。先生朝来たらもう1球グラウンドにボールが残っとった。どないなっとんのお前な。そんな状態でようお前年越したやろお前。なる。言われたこともできんとやお前。怒られた後にまたできんとや。なる。なる。それでどうすんの。え、ねえ、いつになったら先生はお前を分かることができんの。なあ、いつになったら先生はお前のことを認めたらええの。やめてくるや、こんな一発目からや。なあ、分かっちょる。はい。出ろお前は。なる。邪魔。
はい。ね、最後に何かある人いますか？あ、はい。うん、ね。朝一学園長にお会いして伝言を預かってるんですけど。あ、でも、年内練習最終日、僕のボールをグラウンドに投げておいたから預かっておいてねーとのことです。すげえ、オッケー、分かった分かった。ほんなら今度のあの水難検査の件やけども、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんて言ったの？スリランカですよ。ちょっと待って、それも気になるけど、え、スリランカと野球するの？クリケット。クリケットかい。なる。え、今なんて言ったの？じゃあもうええねんとモノマネ。去ってる。え、待って。学園長が自分のボールをグラウンドに投げたの？はい。待ってください、監督。それやったら、朝一落ちてたボールって、学園長のちゃいますの？僕のミスじゃないっすよね。なんで僕を怒られたんですか？なる。え、なんか言ってください。なんか言ってくださいよ、監督。まあ、これは本当の学園長からのお年玉言うてな。泣くんぞ。解放エクステンション。